ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。先週は動画更新を休んでしまい申し訳ございませんでした。待ちくたびれたぞ。すまない。今回は島津義久義弘の弟の利久栄久を紹介する。よろしく頼む。ということで、ゆっくりしていってね。島津利久は1537年に島津高久の三男として誕生した。ちなみに豊臣秀吉と同い年だ。利久は祖父の忠義から始終の利害を察するの里氏系並びなくと評価された。利久の偉人は島津家が大隅国平定を目指していた1554年、祁答院義重が夜大隅岩剣城における合戦だった。確か義久と義弘もこの戦いで偉人したんだよな。そうだ。岩剣城は三方を断崖に囲まれた天然の要塞で、戦いは激戦となるも、落城する。義重は、岩剣城を捨てて本拠のあった祁答院地方へ退くこととなる。偉人を勝利で飾れるのは嬉しいな。1562年、島津市北原市相良市の三島伊藤氏により家督と領地を奪われた北原市の再興を目指すが、利久は北原市への恭順に応じない北原家の元家臣の北原兼政討伐の総大将に任じられ、その居城である横川城を攻め落とした。その後、利久は1563年から吉田城の城主を命じられ、現在の鹿児島市吉田、佐田浦、本城、本名、宮の浦の統治を任され、44歳になるまでの18年間を吉田城主として過ごした。その頃、岩剣城の戦いで敗れ、愛良地方を追われ祁答院地方の渡来城に寄った祁答院義重は、入り金氏、東郷氏らと結んで強制を保ったが、1566年の正月に、妻によって暗殺された。妻に暗殺？悲しい最後だな。これにより祁答院氏の勢力は急速に衰退。1570年、入り金氏、東郷氏はこぞって島津氏に帰順し、祁答院地方を平定した。この平定された祁答院領には後に利久が入ることになる。1577年、日向の伊藤義助が島津の侵略により豊後国に一時的に退去すると、伊藤氏一族の娘であった梅を梅君が城に連れ帰る。梅は利久の側室となった。利久には、もう一人の側室との間の長女と、この梅との間の次女しか子供はいない。しかも、二人の質は、共に連れ子ありの再婚である上、身分が正室にしては低すぎるとのことから、利久は側室のみで、正室はいないとの見方がある。ほうほう。1580年、先に平定された祁答院中に合1万8000石を加増され、渡来城に入った。さっきの祁答院の領地だな。利久はこの地をよく治めながら、三州統一や九州制圧において重要な役割を果たしていく。その後は亡くなる12年間をこの祁答院渡来城を本領として過ごしたため、利久直属軍は祁答院衆と呼ばれた。1586年の豊臣秀吉の九州征伐の際、家中が攻戦へ傾く中で秀吉を、農民から体一つで身を起こしたからにはただものではないと秀吉との和平を唱えた。確かに農民出身でここまでの大物になったんだからただものではないよな。しかし評議の場では牧案は一蹴され、島津氏は秀吉と戦うことになる。利久の言うことを聞いていれば戦争にならずに済んだかもに。島津家は秀吉と戦うが、敗戦が濃厚になっていき、家中が和睦に傾いた時に、利久は、和睦には時勢があり、今、このまま降伏すべきではないと言い徹底抗戦を選んだ。今度は秀吉との戦いを選んだのか。義久義弘が秀吉に降伏した後も最後まで徹底的に抵抗。秀吉が川内の太平寺から大口に陣を移す途中に位置する利久の祁答院領の西端の山崎にて、家臣を使いにあり、巧みに秀吉軍を危険な道に案内し、秀吉の籠に矢を6本追いかけさせた。秀吉の籠に弓を置いた？すごいな。あらかじめ襲撃に備えた秀吉の籠は空籠にしていたため、秀吉は難を逃れた。秀吉の方が一枚上手だったな。利久は兄たちの説得もあり、秀吉に降伏はしたが、秀吉は朱印状を、義久、義弘、家久には与えたが、利久には出していない。秀吉に嫌われてしまったのか。1592年、朝鮮出兵は中部を理由に出陣しなかった。そんな中、島津家家臣の梅北国兼が秀吉に対して反乱を起こす。反乱はすぐに鎮圧されたが、反乱軍に利久の家臣がいたことが発覚する。あらら。秀吉は籠の件と加えて、利久を反乱の首謀者として、兄義久に対して利久の追討を命じる。義久は仕方なく利久の討伐を決意する。利久は義久に呼び出された。
死を覚悟し、家中の者に別れを告げて祁答院を出た。年久は義久に釈明をした後、義久から祁答院への帰城が命じられた。この時、年久が祁答院で自害することで話がついていたともされる。年久を助けてくれ。ところが、年久は船で立つ時に様子がおかしいと感じる。年久追討の軍が差し向けられた。祁答院へ繋がる道もことごとく塀に塞がれ、行き場を失った年久は遊我水に上陸した。年久は追跡してきた町田久松率いる上位軍と戦うことになった。追っても義久の実弟ということで手が出せず、年久にはもはや刀を握る力はなく、傍らにあった石を懐刀と見立て、早う近づきて首を取れと家臣に伝え、首を切られた。享年56。年久の自害の時、従者27人が殉死、追討の者たちも皆槍や刀を投げ捨て、血に倒れ伏し声を上げて泣いたという。無念じゃ。年久の亡骸を調べると義久に宛てた遺書と辞世の句が見つかり、そこには私は病に侵され、太后の前に出ることができなかったのであって、やましいところはない。しかし謀反を疑われた以上、島津家のために切腹しようと思う。家臣たちは承服しがたいらしいので武士を貫くべくやむを得ず戦うが、これは兄に対して弓を引こうというものではない。また、付き従う兵には全く罪はないから残された家族に類が及ばぬように、という文がしたためられていたと伝わる。年久もまた島津のために尽くし、そして命を落としたんだな。あっぱれじゃ。誰の声だよ。まあ、確かにそうだな。年久は不純だったかもしれないな。次はもう一人の弟の家久を紹介する。よろしく頼む。家久は1547年、島津隆久の四男として生まれる。若年の頃より祖父島津忠義から軍法戦術に妙を得たりと評価された。ちなみに義久義弘年久とは異母兄弟にあたる。1561年7月、大隅国の肝付氏との巡り坂の合戦で初陣し、まだ15歳ながら敵将を槍合わせにて討ち取った。勘だな。1569年、大口城にこもる菱狩氏及び相良氏との戦いで、家久は5月8日、と上家音稲荷山にそれぞれ家臣に引き入らせた伏兵を潜ませ、自らは雨の降る中、300を率いて大口城の麓の道を通行、誘い出されてきた大口城兵を伏兵の元へ誘い込んで士気136を討ち取った。強い。1575年、島津氏の三州平定の神仏の加護伊勢神宮などに射するため上洛した。家久は、この上洛の旅の日々の様子に日記に詳細に書き留めている。家久は途中、行では公家衆や堺の商人たちと交流し、大阪本願寺攻めから引き上げてきた数万騎にも及ぶ織田信長の大軍勢を見物した。信長は馬上で居眠りしていたという。寝ていたのか。5月には明智光秀の案内により大海国坂本城を見学し、牢城への備えの万全さに感銘を受けた。その後大和国多聞山城も見学し、城からの大和の素晴らしい景観を楽しんだ。その後、家久は伊勢神宮に行き、無事に帰国した。旅行みたいで楽しそうだな、家久。家久は数々の戦いで活躍したが、特に活躍した戦いは沖田縄手の戦いだった。龍造寺と戦ったやつだったっけ？そうだ。今回は短くまとめてもう一回説明する。1584年3月、島津軍は肥前有馬氏を救援し龍造寺軍を迎え撃つべく、家久を総大将として島原に向かうことになった。島津軍は有馬春信の軍と合わせても5千であったのに対して、龍造寺軍は1万8千という大軍であった。しかし家久は、龍造寺軍を沖田縄手と呼ばれる湿地帯に誘い込み、釣りの伏せと呼ばれる島津得意の戦法で弓鉄砲を効果的に使用して混乱させ、総大将の龍造寺高信をはじめ、一門重臣を含む龍造寺勢を討ち取った。そうだ、そうだ、そんな戦いだったな。この勝利によって、九州において島津氏に単独で対抗できる大名はいなくなった。この際、初めて4000石を与えられ、部屋住みの身分を脱したとされている。それまで領地を持っていなかったのか。家久は九州佐土原城代になり、日向国方面の差配を任された。九州制覇を目指す島津氏は、豊後国の大友氏を攻めようとしていたが、上洛して秀吉に謁見していた大友氏の援軍として1586年、戦国秀久を対象に長宗我部元親信親伏氏など、総勢6000余りの豊臣連合軍の先発隊が九州平定のために上陸した。家久はこれを迎え撃ち、敵味方4000余りが討ち死にする乱戦となったが、
長宗我部信繁からは討ち死にし、豊臣連合軍は総崩れとなって島津軍が勝利を収めた。家久、大活躍だな。しかし、家久は秀吉の圧倒的強さを恐れ、兄の義弘に秀吉との講和を進める。結局、義久義弘が降伏する前に四兄弟の中では最も早く豊臣秀長軍と単独講和した。しかし1587年6月5日、佐土原城で急死してしまう。あらら、まさか、暗殺？という説もあるが、病死という説が一般的となっている。家久にこんな逸話が残っている。家久は側室の子であり、母は身分の高い人ではなかった。兄弟4人で馬追いを行った際、年久は馬の毛色が母馬に似ることから、人も同じように親に似ると述べた。しかし、義久は心の徳が重要であり、学問と徳を重んじるべきだと反論した。それ以降、家久は学問と武芸に励み、数年後には兄弟の中で際立った才能を発揮し、能力の差がなくなった。家久はこういった事情もあったことで勇敢な武将に成長したんだな。そうだな。来週は島津家の家臣を紹介する。また、来週が島津シリーズ最終回だ。了解した。うぷ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。